ミスマガジン2023、ミス週刊少年マガジンに選んでいただきました西尾のぞみです。はい、聞いた時はマネージャーさんから電話がかかってきたんですけど、すごくびっくりして、すごい放心状態というかびっくりしました。でもすごく嬉しかったです。一番最初はすぐお母さんに電話してそのことを伝えました。一番思い出深いのはやっぱり選考期間中のショールーム配信で、やっぱりすごい配信もすごく大変で、思ってたより大変で、でも応援してくださってるファンの方がすごい温かくて支えてくれて、すごい思い出に残ってます。そうですね、もう撮影があって、撮影でだいぶグラビアも慣れてきました。なんか温泉とか入りたいです。すごい温泉が好きなので温泉入りたいなと思ってます。冬の北海道とか、なんか水着とかグラビアってすごい夏のイメージとかあると思うんですけど、海とかのイメージがあると思うんですけど、なんかもう雪が降ってるところとか、なんか真逆なところとかでもなんか挑戦してみたいなと思ってます。1年後はもっと成長して有名になります。そうですね、目標は女優さんで、でも他にもいろんなバラエティとかモデルとかにもたくさん挑戦したいです。こうやって今喋るのもすごい緊張してるんですけど、こういうなんかトーク力とかだったりとか、バラエティに活かせそうなトーク力とか、そのグラビアでも表情とかポージングだったりとか、お芝居とかももっとたくさん勉強して成長したいなと思ってます。そうですね、めちゃ緊張しました。人って書いて食べるぐらいしかしてないんですけど。やったんですか？やりました。効果ありました？いや、まだあんまなくて、多分これから活動していく上でいろいろ経験を積んで、もっといろいろ成長していきたいです。これから1年間よろしくお願いします。